私自身がもっともっと丁寧に時間を取って説明すべきだったと反省もいたしております。しかし、今までの秘密について秘密の指定、解除、保全、ルールがなかった、そこに問題があるんです。 安倍総理はさらに秘密の範囲が広がることはないし国民生活に直接の影響はないと懸念の払拭に努めましたその上でこの法律の必要性をしっかり説明すれば理解してもらえると強調しました